は間もなく立野に到着します。南阿蘇鉄道は日本で一番小さな機関車をつけたトロッコ列車が有名で、立野駅から高森駅まで運行していました。現在は熊本地震の影響で途中の高松駅から高森駅を運行しており、2023年夏頃に全線再開を予定しています。右側にご注目ください。